何が？
素直に嬉しい気持ちが大きいです。
にはもうシュートを決めようっていう意識があったんで、その意識がそのゴールにつながったかなっていうふうに思います。この声援の中で決めたことがもう素直に嬉しかったっていうのが素直に思います。その後大きなガッツポーズも出てましたね。まあ、自分のゴールでこう逆転できるっていうのが、まあ、素直に嬉しくて、まあ、みんながあそこまで頑張ってくれたんで、そのゴールができてもらえるかなという感じです。さあ、今日は20年ぶりにこの上田さんの3人でお越しいただきました。この場所の雰囲気、そしてこちらの皆さんの声、どのように大きな力になりましたか？今シーズン初の登板というので、
Thank you.